ポースオーウェンスキー。 2006 K1 ニュージーランド大会優勝ポール・スロビンスキー。 94.9kg He's the Holland Muay Thai champion. Please welcome the golden boy, Bada Hari. ちょうど1年前、ここ東京ドームで鮮烈の K1 デビューを果たしました。ザ・ゴールデンボーイ、バダハリです。共に9月の大阪での開幕戦で残念ながら敗れました。バラハリはカラエフに、スロミンスキーはグラウベに敗れて、今日のこの2006東京ドームはワンマッチで登場です。1年前のあのバラハリの衝撃というのは今でも鮮烈に残されています。以降2戦は残念ながらバラハリは結果を残せていませんが、しかしその負けっぷりも凄まじかった。今日の相手はポール・スロミンスキー。3月のニュージーランド大会でバラハリが敗れたその大会で優勝していった相手です。さあ、赤いグローブバラハリ、そして青いグローブポール・スロミンスキー。ワンマッチのゴングが始まりました。さあ、立ち上がりから両者とも非常に速い打撃、打ち合いになってくるか。ポール・スロミンスキーがすごい気合入ってますね。入ってますね。この人3週間前にムエタイの世界スーパーヘビー級のタイトルを取ってきたばかりだそうですが、そうですね、かなり過密日程ですけども、相当モチベーション上がってますからね、この人ね。そうですね。あ、いい膝ですよ。膝が入った、膝が入った、左、左、あ、左。かつてバラハリはあの顎をニュージーランド大会で打ち砕かれました、うん、だからやっぱり顔面を殴られるのはやっぱりまだちょっと怖いですね。あるでしょうね、うん、左ストレートが入っています、バラハリ。ただ去年のあの東京ドームのバラハリのデビューはもう大会さん衝撃的でしたからね。衝撃的でしたからね。すごいやつが現れたという感じでしたが、ステファンレコ相手にものすごい KO 劇を演じてみせた。去年の東京ドームスイッチしてみせた。なんか持ってますよね。なんかあります、この人のね、持って生まれた、はい、いわゆるオーラみたいなものがあります。ナイスパンチ、ステップバックしながらバラハリの右です。ただまあテクニックという点では谷川さん、もちろんスロミンスキーでしょう ね、 ねスロミンスキーはやっぱりね、ホースと、ピーターアーツみんな褒めてますね。必ずこいつは強くなるって言ってますね、強くなるっていうぐらい の、 あの褒め方をみんながしますから、はい、あのベテランの選手たちがですね、まあ、もうムエタイでは実績十分で、そのムエタイのチャンピオンベルトは4階級を取っていたスロミンスキーです。またあのこの選手もですね、はい、なんか精神が非常に安定している選手なんですよね。そうなんですか、だからものすごくしっかりしてるなという感じがしますけど、残りは1分30秒です。このローキックが強いですね、はい、やっぱりムエタイのテクニックに裏打ちされた左アッパーから左ローキック、きました今の左アッパーから右突っ込んだ、左ローキック、左右の服とローキック3つのコンビネーション、左ストレートを伸ばしていったのはバラハリです。ただバラハリもここ2戦悔しい、左ミドルキックだ、そして右のストレートはボディへ。両者のなんかこう打撃の出し方が違いますね。そうですね、でもいいミドルですね、バラハリの確かなテクニックに裏打ちされたスローインスキーと、そしてもう感情をむき出しにしたバラハリのミドルと、パンチの打ち合い。第1ラウンド前に出るのはスロミンスキーがガードを固めた左ハイキック、これはやや牽制気味でバラハリが見張っていった。左ストレート、この辺りの選手がね、やっぱり本当にあの時代の剣を担ってもらいたいんですけども、はい、まあ、もうこの2人は一足早く2007年の戦いが始まっているといった感じですね。ね、右のストレート、相打ちになった。残り30秒切っています、第1ラウンド。スロミンスキーはもう完全にムエタイのリズムの取り方です。左ローキック、それをワンツーで牽制していくバラハリ。バラハリも比較的冷静ですからね。冷静ですね。なんかやっぱりちょっと負けが込んでですね、はい、今回は非常にシリアスに、はい、もう反省しながら、慎重に戦おうって感じですよね。よくジャブも使ってましたね。さあ、そういった刹那飛び込んで、ナイスミドル、素晴らしいですね。最後に一つこのラウンドを見せたバラハリです。第1ラウンドが終了しました。バラハリ対ポール・スロミンスキーのワンマッチです。最後のミドルすごかったですね。最後見せましたね、ここはカウンター気味にかぶせていって右左とバラハリ、まあ、第1ラウンド見る限りはどちらか分かりませんね、この先のバラハリとは ね、この2人がそのまま来年の主役になってもおかしくない。これです、これ、これはすごかった、ね、暴れ降りそうですよね。で、一発で終わりませんからね、この人はね。これはかなりダメージとしてはスロミンスキーに脇腹残るかもしれません。ありますよね、はい、
そしてここはストレートを胃袋に打ち込んでいきましたバラハリ。見せますよねこういうあたりも。第1ラウンドの最後にはバラハリが一つ見せました。左のストレートはガードして見せましたスロミンスキー。右のストレートボディへ飛び上がるという説を見せましたが仕草を見せましたけれども右のフックです。第1ストレート右ストレート右ストレートバラハリの右すごい速い感じでした今ね。相手のローキックは冷静にかわしていますスロビンスキーは左へボディアッパーから右のローキック。やっぱりスロビンスキーは教科書通りなんですね、はい、アッパーからフック入ったフック入った。このラウンドバラハリのパンチが入っています。バラハリの自力の強さが見えますね。ニアス入りましたねこのラウンド、さあバラハリがこのパンチからこのラウンド一気に持っていくか。ただ決してね、打たれ強い選手ではないので、はい、本当に最後の5秒、ねはい、でも分かんないっていう試合が逆転してしまうところがバドアリの怖いところですよね、はい、3月のニュージーランド大会でも逆転で最後持っていかれてダウンでしたからね。で特にイケイケでこうやって行き過ぎる時があるんで、はい、まあ、バラハリの気持ちとしてはこの人も判定は大嫌いです。もう絶対にどっちでもいいから KO 勝ちでも KO 負けでもいいからとにかくどっちかが倒れるまでやるんだというのがこの人の信念です。まあなんかファンとしてはねこんなファイトスタイルとこういうファイターすごい人気出るんですけど、ですから9月のグランプリ開幕戦もファン投票で選ばれて開幕戦メンバーに名前を連ねたというバラハリです。そうですね。一方スロビンスキーはきっちりと3月のニュージーランド大会を制覇して9月の開幕戦に上がってきました。それがスロビンスキーにとってはちょっと面白くありません。左ストレートでちょっと後ろに下がりましたスロビンスキーです。バラハリはまだあとパンチのコンビネーションからローキック。ここはバラハリのコンビネーションです。バラハリいいコンビネーションですね。このラウンドバラハリですかね、スロビンスキーからすればあいつは実績もないのにここまで来上がってという思いがややあるようです。後ろに下がっていくバラハリ左ローキックはスロビンスキー、まあね、そのニュージーランドの大会でバダハリ1回戦で負けてるわけですから ね。でもこのチャンピオンを破ったら、はい、やっぱりバダハリというのは強かったんだと。そうですね、証明されることになりますから、まあ、そういう意味ではこの戦いは非常に因縁深くて面白いですね、この2人はね。やや下腹部に入ったか、ただそれほど時間を置くことなく試合はリスタートです。左ストレート、これが伸びてきますね、この左がね、このラウンド、左フックだ、ストレートからフック、このバラハリの、おっ、スイッチして右だ、しかし、そこにスロミンスキーをもらった、スロミンスキーの左も良かったですよ、はい、右です、速いですね、反応が、本当に速い、速いですね、モーションなく放ってきますね、右のミドルキックはボールスロミンスキー。この左がよくジャル、左行くバラハリの左、一瞬ガードを下ろしましたスロミンスキー、効いてる証拠か、連打が効きますよね。それでも前に出てくるのはスロミンスキーです。ただこのラウンドはバラハリスロミンスキーに対していいパンチを見舞っています。よく見てますよね、はい、第2ラウンドが終了しました。ゆっくりとゆっくりとザ・ゴールデンボーイ、 K1 史上最強のバッドボーイバラハリがペースをつかみつつあるか。第2ラウンドが終了しています。おお、いいパンチですね。これはいいパンチ伸びてきましたね、はい、でね、打撃が当たった次の瞬間ももう、はい、動いてますからね、反発では終わらずにチャンスと見やこう仕留めに行く獣のような鋭さを感じますバラハリ。ここは左フック、ボールスロビンスキーの体勢が崩れました、まあ、ダウンこそはなりませんでしたけれども、このラウンドはバラハリが取ったような印象があります。腰が落ちましたボールスロミンスキー。3月のニュージーランド大会では1回戦負けでした、こちらバラハリ。そのニュージーランド大会優勝したのが今日の相手スロミンスキーです。ファイナルラウンド、ファイナルラウンドを迎えます。2ラウンドは谷川さんバラハリ取りましたかね。取りましたね、1ラウンドも取っててもいいかもしれないですけどね、はい、若干、ただスロミンスキーもね、はい、地道にローキックは僕は効いてると思いますから、はい、的確なポイントはある程度上げてますよね、はい、こういうのは効いてると思いますね、はい、おっと、ここは右の膝だ、スロミンスキーはこのローキック、これもローキック効いてますよ、はい、コンビからローキックを、左足ちょっとね嫌がってますから、バラハリは、ただ今日はバラハリはきっちりそのステップでかわしてリングを広く使ってこの左ジャブが非常によく伸びていく、はい、そして時折スイッチしながらパンチを伸ばしてきます。
ここは相打ちになった、うん、だからこういうパンチの相打ちになった時に、あ、ソレンスキーのローがいいですね、はい、あのバタレを打たれ弱い、こう打たれ弱いところがあるから、はい、だからもう最後の本当に1秒たりともですね、試合が目が離せないのがこの選手の特徴ですよね、はい、そのニュージーランド大会では勝っていながら逆転負けを喫してしまったバラハリ、まあ、そのあたりまだ若いという感じもしますけれどもね、ただその分可能性を秘めているこのバラハリです。あ、だからこうやって見ると本当に2人ともいい選手ですね、いい試合をする選手だなという感じがしますね、今日の8人に入ってきてもおかしくないですね、おかしくないですね。右のスタラ、そして右のフック、一発では終わりません、必ず連打で放ってきますバラハリです。堀さん、はい、バダハリのセコンドサイドちょっと不満顔 で、あ、そうなんですか、こんなもんじゃないだろうというような、ね、表情を見せてますね。です、で下がりながらの攻撃が多いので、どこから1本踏み込んで、パンチを出していくようにという指示です、はい、あ、下がりながらの攻撃が多い、ニュアンスとしてはあまり良くないという捉え方をしているような風刺もあるようですが、やっぱりね、ローが効いてるんですね、はい、あっと右の前蹴りだ、これは、まあ、スリップです、スリップ、タイミングを変えました、左だ、下がりながらも左です、確かに下がりながらも払っていますが、よく見えてますよね、はい、やはりこの再三再四放たれてくるこのスロビス、これですね、このローキックが非常にうるさいと思われますバラハリです、かなり足を引いてきてると思うんですよ、左、はい、大きく振り回してきました、左ストレート、いやジャブですからもうガードの隙間からしかし鼻柱は捉えています、このジャブは非常に有効ですから、スロビスキももう一歩踏み込めないのがあるかもしれません、そうですね、スロビスキもなんか根性ありますね、引かないですよね、はい、取材をしてても非常に冷静に淡々と自分の戦略を話してくれるポール・スロビンスキー、左ミドルキック、ただバラハリについて聞かれた時だけあいつはまだここに来るのは早いんじゃないかなというようなニュアンスを話していました。下がりながらも右です、下がった分だけ威力は減っているかバラハリ、おー危ない、怪しいになる、はい、一発でかわしてバラハリ、ここはスロビンスキーのパンチだ、しかしバラハリのパンチを払っていく、スロビンスキーね、ちょっとポイント取られてると思うから、もう前に前に出てこようとするんですよね、はい、でバダハリは決して引くタイプじゃないんですけど、はい、足がちょっと効いてますよね、スイッチして左のミドルキック、無理はしません、勝利が欲しいバラハリ、後ろ回し蹴りを見せていった、一発を狙っていきました、早くも勝利を確信したのはバラハリです、判定に入ります、ちょっとバラハリが考えた試合をするようになってきましたね、そうですね、今日は考えて試合しましたね、はい、ここ2戦バラハリは悔しい思いをしています、3月のニュージーランド大会で逆転 KO 負け、しかもその試合で顎を砕かれてその後しばらくリングを離れました、しかしファン投票1位で9月の大阪の開幕戦に上がってきましたが、その時はカライフの前に50数秒で KO 負けをしてしまった、はい、まあ、あれもねちょっと不完全燃焼というかですね、はい、渡辺にとっては不本意な試合だったん で、まあ、あの今日の試合を見る限りやっぱりちょっとずつでもね、はい、あの回復して、まあ、去年の衝撃のデビューの勢いを取り戻してほしいですよね、はい、さあ判定です、ジャッジ黒住30対27赤バラハリ、ジャッジは3人ともバラハリにつけました。この東京ドーム、去年バラハリが衝撃デビューを飾ったこの東京ドーム、ここ2戦黒星が続いていたバラハリですが、1年ぶりに白星をもぎ取りました。あるいは考えた試合を今日は練ってきたのかもしれません。2006年最後の試合に嬉しい嬉しい大事な白星をもぎ取りました。この白星を胸に、さあ2007年こそゴールデンボーイの